エルンスト・フランツ・セドウィック・ハンフシュテングルはドイツの実業家、政治家。国家社会主義ドイツ労働者等で海外新聞局局長を務めた。1937年にアメリカ合衆国へ亡命し、第二次世界大戦中にはアメリカ政府の対独アドバイザーを務めた。愛称はプッチ。1887年2月2日、バイエルン王国シュトミュンヘンに生まれる。 父は、ミュンヘンの美術書籍出版業者、エドガー・ハンフシュテングル。母は、アメリカ人のカタリナ・ビル・ヘルミナ・ヘーネ。母の父は、南北戦争で活躍したジョン・セジウィック大将の、いとこである。ザクセン・コーブルク・ゴータ公国のコー・エルンスト2世が、大父となり、彼の名前のエルンストを与えられた。ハンフシュテングル家は、大変に裕福な家庭であった。 アメリカのハーバード大学に留学し、1909年に同大学を卒業。以降10年以上にわたってニューヨークに居住して、ハンフシュテングル家の家業である美術書籍出版業のニューヨーク支店の経営を見た。1920年にロングアイランド在住のヘレナイリーゼアデルハイト、ニーマイヤーと結婚した。第一次世界大戦後にアメリカ政府から 適正外国人とみなされて、ニューヨーク支店を接収され、1922年にドイツへ帰国した。アメリカ大使館付き武漢補佐トルーマンスミス大員から、バイエルン州で活動していた、政治家アドルフ・ヒトラーについて知らされ、ヒトラーの政治集会に参加した。その日のうちに、ヒトラーの思想に傾倒したという、ナチ党2000ドルの献金を行い、ヒトラーと、 上流階級の窓口となった。ハンフシュテングルは冗談好きで同契約としてヒトラーを楽しませることができた。また美術に精通していたり、ピアノが得意であったりしたことも芸術画記室のヒトラーにとって好感が持てる要素だった。ヒトラーはハンフシュテングル家に足しげく通うようになり、ハンフシュテングルの妻、ヘレナや息子エゴンとも親しくなった。ハンフシュテングルは ヒトラーの偏狂な世界観を少しでも広げようとアメリカの話を聞かせたが無駄であった。ヒトラーがアメリカについて評価するのは KKK のみであった。1923年のミュンヘン一期にも参加した。一期の失敗でヒトラーが逃亡した先はハンフシュテングルの家だった。ハンフシュテングルによるとヒトラーはここで自殺をしようとしたが彼の妻ヘレナが止めたという。 一期後も引き続き、ヒトラーとナチ党を支援した。1931年にナチ党に正式入党し、党の海外新聞局局長に就任した。海外におけるナチ党のイメージ改善に努めた。党内において、ハンフシュテングルの評判は良く、友人を多く持っていたが、宣伝全国指導者、ヨーゼフ・ゲッペルスとだけは不仲だった。ゲッペルスは、 ハンフシュテングルとヒトラーの個人的親密さが気に入らず、ハンフシュテングルのことを頻繁に抽象した。左からハンフシュテングル、ヒトラー、ゲーリングナチ党の権力掌握後、数年するとハンフシュテングルは、温和な政治見解や他のナチ党幹部への批判、直言癖のために、党内での立場を危うくしていった。ヒトラーも徐々に、ハンフシュテングルに、不信の目を向けるようになった。 1936年には妻ヘレナがハンフシュテングルと離婚して息子を連れてアメリカに帰国した。ハンフシュテングル自身も翌1937年3月に国外亡命することになった。ハンフシュテングルはヒトラーの側近の英国女性ファシズム運動家ユニティバルキリー・ミッドフォードとシュタルンベルク湖でヨットに乗っていた際。 ヒトラーやゲッペルスの批判を彼女に聞かせたが、彼女は、そういう考えならあなたに、海外報道担当の資格はないと、ハンフシュテングルを批判し、ヒトラーにそのことを告げ口した。ヒトラーは、ハンフシュテングルを少し懲らしめようと冗談で、スペイン内戦域の命令を出したが、これを真に受けたハンフシュテングルは粛清されると思い、イギリスへ亡命したのだった。 その後、ユニティやゲーリングがハンフシュテングルに連絡を取り、冗談なのでドイツに帰国するよう説得に当たったが、彼は戻らなかった。その後イギリスからアメリカへ移住。以降、第二次世界大戦が終わるまでアメリカで生活し、大戦中にはヒトラーをよく知る者として、アメリカ合衆国連邦政府に招集されて、ホワイトハウスに退独アドバイザーとして勤務した。戦後にドイツへ帰国。 1957年に回顧録、ヒトラー、失われた歳月を表した。1975年にミュンヘンで死去。ありがとうございます。